はい、皆さんこんにちは、フラワーディッシュです。今日はもうね、早速スズバラ第2弾のアレンジメントを作ります。これからね、どんどんこのスズバラのアレンジメントは今の時期は出てきます。で、まあね、ブログにもインスタにも書いてますけど、まあ、プロティア出現率が高い。今日もプロティアが出現します。まあ、俺が行けたいんだから俺が行ける、お前たちはついてこい、そんな感じです。ではね、早速行ってみましょうか。どうぞどうぞ。はい、今日はこの器に生けてみます。このね、毎回言ってますけど、こういう器に生けるのは難しいんです。あの、器にこう特徴があるものに生けるのは、器の特徴である程度も形が決まってくるんで簡単なんですけれども、こういう何の特徴もないような器っていうのは一番難しい。まあ、要するに、まあ、このさらな器から全てをデザインしなきゃいけないわけですよね。だから難しいんです。じゃあってわけじゃないけど、では早速ね、見てみましょうか。どうぞ。まあ、今日は結構ここ入るね、引き気味ですけれども、このぐらいじゃないと入らないんで、このぐらいでいきます。こうちょっと折れちゃってる身とかは取ります。こういうのね、前回も言いましたけど、こうどっちが綺麗かなっていうのはありますね。ただ今回これシチュエーションないです。なので本当に綺麗なこっち側にしましょうね。もうね、今日は特別に超スペシャルテクニックを皆さんに教えます。まあ、こういうでかい、まあ、スズバラなんかはね、まあ、こういう枝まで刺してホームで止めなさいって前回言いましたけど、まあ、そこまでこう刺せない場合もあるんですよ。そういう時、まあ、切り取ったこの枝を、まあ、こうやってね、合わせて下がこう細くなるように合わせるんですね。これこうやってやると細くなるじゃないですか。そしたらそこを輪ゴムでこう止めます。でこういう状態を作るんです。こういう状態を、そうするともうバツッと止まりますから。でフォームもこういう継ぎ目があるところ、フォームの継ぎ目があるところには刺さない、太いのは。で継ぎ目がないこういうところに刺していきます。はい、もうこれで止まります。では次にこのね、さっき言ってたプロティアを刺していきましょう。まあ、プロティアもやっぱ下はしっかり細くしていかないと止まらないんで、これはナイフ使っていった方がいいと思いますね。はい、そして次にこのカラーをね、刺していきます。まあ、カラーはこうやって自由自在に曲がりますから、曲げて刺していきますよ。この時点で少しこうレザーリップファンでファンデーションワークをしていきます。そしたらこのアジサイをね、入れていきます。まあ、少しこう小分けにしたりしていきます。はい、こんな感じです。次にこの赤バラを刺していきます。はい、でここで赤バラを一度やめて、ちょっとドラセナを入れますね。ドラセナはいつも言うように、この一番綺麗そうな葉っぱでよく曲がってるところを残して、こういうふうに長く残しましょうね。
はい。そしたらここで導弾筋をちょっと入れていきましょうね。ここでラインがきちんと入らないといけないので、ちょっとこう切り分けには十分注意をしましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ちょっとで今回はシックにまとめてみました。まあ、こんな感じです。結構かっこいいですよね。ではね、皆さんもぜひ作ってみてください。今しかないスズバラなので、まあ、ローゼセテガラと思いますけれども、ぜひトライしてみてください。今しかできませんからね。ではまた次回素敵なアレンジメントを制作していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.